ライフワイをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。今週は先週に引き続き川崎クラブチッタからお送りします。メロイク。なんといつもこの番組でお世話になっています3バンド。お世話になってるのかい。お世話にしている3バンドが。お世話にしてんのかい。スキップカウズ、オセロケッツ、そして我々タートルズが、なんと夢の共演、もうすぐですよ。はい。誰ですか今日は。そう、それ今日はですね、オセロケツなんですけど、どうですか。ドゥ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 って、ちょっと早く言っちゃいましたけど。はい、ありがとうございます。はい。まあ、そういうわけですね。ラーメンの伸び具合はどうだと。ふにゃふにゃ麺で頑張ります。やっぱりそう、油麺かと。はい、ふにゃちライブ期待してください。僕たちオセロケツをフューチャーしてお送りします。まだもやフューチャー。かっこええなぁ。今日はこうしてやろうっていうのね、どうかな。マサンどう？お前聞くな。お前が言うんかな。なんでなんで。マサンどう？意気込み。意気込み。はい。モリコは？うん。マルは？意気込みか？うん。意気込みはこんな感じ。丸めちゃいました。頑張ります。マネージャーに怒られました。髪の毛切ったら切れられた。ここも剃りました。見てください。脇です。脇です。イメージね、こっちが A 面、こっちがカップル、はい、彼のシングルです。彼がシングルです。今彼がうちのシングルです。今チャート何位や。僕の中では1位です。チャートインです。はい、意気込みは。まあでもこんな感じです。でも実際、真面目な話なんですけど、メンバーの丸山君がこういった思い切った行動をとってくれたことによって、ほんまにこうライブのテンションとか変わってきますから、はじけると思います。今日ちょっと頑張れるような気がします。だからまあ今日ちょっとやばいかなって思った時に、ギターの前、ギターを弾いてる回を見た途端に、すごくコナーですからね。はい、だからこういうこういうハプニングがどんどんハプニング。
クロフォン上向きっぱなしの押しっぱなし、あの子の調子のマイクロフォンいつも下向きっぱなしの外しっぱなし、
がとう。エンターテインメントとして完成されたすごいものだと思います。はい、ただあのこう先輩なんで、うん、先輩って感じで見ますよね。はい、うん、だからこの何クソ負けるかっていうよりも、うん、あ、先輩さん、おはようございます、お疲れ様ですっていう、こう、まあ、学ぶところ多いって感じで、あと、あの今井さんがあの MC とか堂々としてらっしゃるんで、うん、僕はあのよく噛んだり、あのオロオロするんで、山田の町なんで、はい、そういうところすごい憧れます。僕はですね、あの大阪時代から実は長野にいるので、はい、年は上なんですけど、呼び捨てにできる貴重なファンなんですよね。時に呼び捨てにできる、ただあのバンドとして見たらみんなバンドとしての無理やな、ちょっとどうやろ、彼のライブっていうのはどうですかね。あ、でもさっきもリハ見させてもらったんですけど、うん、ドカーンって感じで出た小学生はい、いやでもまああの確実にたくさんのライブをこなされて、昔見るよりも、僕が言うんですが、結構成長したと思います。